サーブオートモービル。サーブオートモービルは、スウェーデンの自動車メーカー。航空機、軍需品メーカーであるソブの自動車部門として、1947年に設立された。一時は、サーブスカニアという社名だった。一般には、サーブ、ソブとして知られる。1990年に、アメリカのゼネラルモーターズの出資を受けて、サーブスカニアから分離され単独の、 会社サーブオートモービルとなり、2000年から GM の完全子会社となっていた。2009年2月20日、経営悪化のために会社構成手続きに入り、2010年にオランダのスパイカーカーズに売却され、参加となり、社名も短期間だけサーブスパイカーオートモービルズとなった。2011年2月に、 親会社のスパイカーカーズは、スパイカーブランドのスポーツカー事業を売却することで、子会社のサーブオートモービルの事業に専念することを決定し、6月に社名をスウェディッシュオートモービルに変更し、9月にスパイカーの事業をアメリカの投資会社のノースストリートキャピタルに売却した。しかしその後もスワン参加のサーブオートモービルの業績低迷は続き、 2011年12月19日に破産した。2012年6月13日、中国の投資家と日本の投資会社、サン・インベストメントによる企業連合体であるナショナル・エレクトリック・ビーグル、スウェーデン社、ネフスがサーブ・オートモービルを買収することを発表した。ネフスはサーブ9から3の生産を2013年12月に再開したと発表していたが、 2014年8月に、スウェーデンの裁判所に破産法の適用を申請した。1940年代、スウェーデンの航空、軍需品会社であった、ソブ社は、自動車の開発に着手した。第二次世界大戦の終戦翌年の1946年、二サイクルエンジンを搭載した、全輪駆動車、92001を完成する。水滴系のボディ、 強固なモノコック構造等には航空機メーカーの特色が現れているとされる。ボディ設計時には当時としては珍しい風洞実験が行われ CD 値0.32を実現していた。また、雪上走行を考慮して車体仮面にカバーが施されていた。その量産仕様92は1950年に販売が始まった。これ以後92の発展モデル。 93、3気筒エンジン搭載や、96、あとに、ドイツフォードの V4 エンジン搭載で、国際ラリーでも活躍する1、スポーツモデル、ソネットシリーズも生み出した。これら一連の92発展モデルの製造は1980年まで続けられた。航空、軍需品会社であった、ソブ社は1968年、 トラックバスメーカーであったスカニア・バビス社と合併し、サーブスカニア社となった。1995年、サーブオートモービル社の分離後、トラックバス部門は、ソブ社から分離し、スカニア社という別会社となった。スカニア後に、ボルボによる買収計画を経て、現在は、フォルクスワーゲングループ参加の企業となっている。1 9 6七年にはその後のサーブスタイルの、 厳選とも言うべき中型の99が登場。1977年に量産市販車では世界初となるターボエンジンを搭載した99ターボを発売、高い安全性とスタイリングでアメリカを中心にヒット車となった。またこの頃から航空機メーカーであることを強調した CM、格納庫から発射したリビュエンと並走するなどを放送している。 直後の1978年には主力モデルを改良型の900へと移しターボモデルも引き継がれた。1984年には99の後継となるが登場した。90のボディは99の前半部と900の後半部をつないだものでベーシックカーとしての役割を持たされていた。なお、900はその個性的なスタイリングと パワフルなターボエンジンの組み合わせがアメリカや日本などで高い人気を呼び、さらに1980年代に入り追加されたコンバーチブルモデルも人気をした。1984年にはイタリアのフィアットグループとの合弁事業、ティーポ4プロジェクトでフィアットクロマ、ランチやテーマ、アルファロメオ164との姉妹車となる9000が登場。 大衆車メーカーから高級車メーカーへと転身を図った。また、スウェーデン国内では自社の販売網で、初代ランチやデルタ、ソブ600の社名で、このモデルの空調機能の開発にも協力していたや、ランチア Y10 を販売し、フィアットグループとの連携姿勢を保っていた。1990年、サーブスカニア社の乗用車部門が、 ゼネラルモーターズとの接班出資会社、サーブオートモビルに移管され、2000年には GM の完全子会社となった。この間、GM 参加のオペルのプラットフォームを利用した新型900、1993年、後の初代9から3や9から5、1997年などが登場した。 しかし2000年代半ばになると、親会社である GM の経営不振により、新車の開発、発売は停滞し、その結果最大手市場であるアメリカやヨーロッパのみならず、各国で市場シェアと販売台数ともに低落傾向が続いた。2009年、親会社 GM が経営破綻したため、不採算部門だったサーブオートモビルズも公的管理化。 日本の会社構成法やアメリカの連邦倒産法第11章の適用に相当に置かれた。GM はスウェーデンのスーパーカーメーカーのケーニグセグへサーブオートモビルを売却することで基本合意していたが、ケーニグセグが買収資金を確保することができず白紙撤回された。GM はその後もオランダの高級車メーカーのスパイカーカーズと売却交渉を行っていたが、 これもこの時点で一度決裂した。2009年12月に GM と中華人民共和国の北京銀社との間で9から3と9型、9から5の知的財産権とパワートレイン技術、9型、9から5の生産設備一式を売却することが基本合意された。2010年2月にオランダのスパイカーカーズへのサーブオートモービルの売却が完了し、 サーブスパイカーオートモービルズとして再出発することになった。旧型9から5の製造ラインを北京技車に譲渡でき次第、新型9から5の生産をスウェーデントロール発端工場で開始する予定である。オランダのスパイカーカーズ傘下に置かれたものの業績は改善せず、2011年4月に部品不足で工場の生産が停止。 中国企業と進めていた出資交渉が難航したため従業員への賃金の支払いも滞り、資金繰りは悪化の一途をたどっていた。2011年9月7日に2度目の会社構成手続きを申請した。再建にはすでに中国の方大規模集団から支援を受ける方針を発表しており、中国政府の承認待ちとされた。しかし、前の親会社で売却後も、 部品供給ををししてて、いたた。GM が、が技術流出の恐れを理由に再建案に案案反対して再建案が白紙となったその後も再建案を模索したものの条件がまとまらず2011年12月19日に破産申請をした2012年6月にナショナルエレクトリックビーグルスウェーデン社ネフスがサーブオートモービルを買収することを発表し 2013年後半から9から3の生産を中国工場で開始するしている。なお、部品部門のサーブオートモービルパーツ AB や車種の生産ライセンスについては売却の対象から外されている。2016年6月21日、2017年度よりブランド名を社名と同じネフスに変更し、サーブを使用しないことを発表した。ボディ形状は、 4ドアセダン、CD、グリフィンと5ドアハッチバック、CS、タラデが、エアロであった。後継モデルは9から5、ティーポ4プロジェクトで、プラットフォームが共通する他車種には、アルファロメオ164、ランチアテーマ、フィアットクロマがある。なお2010年より、セダンの新型、第2世代が販売され、日本では2011年3月18日に発売された。 日本ではシトロエン、プジョーと共に、西武自動車販売、セゾングループにより、長く輸入されていた。しかしながら1992年、平成4年10月、西武自動車販売は、その輸入販売権を、本国サーブ、トモービル社が新たに設立する、日本法人、サーブジャパン2条、サーブの輸入販売を取りやめた。背景には、 サーブ販売の極端な採算悪化があり、販売の低迷によって、納車前点検整備、プデなどの負担が課題になっていたという。同年には、当時、ポルシェの日本総代理店でもあった、三ツ葉自動車が、輸入券を取得して子会社、三ツ葉インターナショナル、通称サーブ三ツ葉を設立し、サーブジャパンと共同して、日本での販売を行った。サーブ三ツ葉は、 1996年、平成8年まで輸入権を保持し、事業を行っていた。その後、一時的に日本ゼネラルモーターズ、現 GM アジアパシフィックジャパングマプッチがソグジャパンとして輸入したが、1997年、平成9年にはヤナセに変更になった。2002年、平成14年、再びグマプッチがサーブの輸入者となり、全国のナセ およびグマプッチによる独自ディーラー、キャデラックシボレーハマーヘイ売店の販売網で販売していた。しかし、スパイカーカーズへのブランド売却に伴い、グマプッチでの輸入販売を終了することとなり、2010年、平成22年7月15日に、VT ホールディングスのグループ会社、PCI 株式会社以下、PCI が正規輸入権を取得し、 同年9月1日より輸入販売業務を開始、従前の販売網はそのまま継続されていた。しかし2011年12月19日のサーブオートモービルの破産申請により、サーブオートモービルと PCI との日本国内におけるディストリビューター契約は解除となった。それに伴い2012年1月5日、PCI は サーブ社の販売停止及びメーカー正式保証の効力停止を発表したが、その後方針が変更され、メーカー保証については、同年2月17日に保証期間満了で効力を継続することが明らかにされている。日本における新規登録台数の推移前日の2017年度以降のサーブブランド消滅後も、PCI が引き続きサーブ社のアフターパーツ供給を 継続していくことを表明している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。